姉のドナは嘘つきでした。なんて言うんですか、まるで呼吸をするように嘘をついていたんです。いや本当に嘘じゃなく天性の嘘つきだったんですよドナは。皆さんにだけ本当のことを言いましょう。姉がいなくなった後、俺は嘘をつくようになりました。確かに最初はたどたどしかった。だけどだんだん少しずつ上達していったんです。今では社会心理学者を騙すことだってできる。いくつもの本当の中にさりげなく嘘を混ぜるんです。しかもここが難しいところなんですかね、的確なタイミングで信じさせて信じさせて、で無理です。いや、遅かったですね。荷物がまだそこに。ああ。すいませんね。いいよいいよ。いいお屋敷ね。まあそこそこだよ。あれ。すいませんなんか。前のお家もったいなかったですね。ああ。相続税ってバカみたいですよね。すいませんなんか。いいよ。今日は君お客さんなんだから。あら、綺麗。よかったじゃない。まだ好きなんですか兄さん。呼んでるわよ。え、まだ興味あるんですか熱帯魚。ん、ああ、何度も呼んでらしたのに。そんな何度もじゃ、何度もじゃありませんよ。またどうせ聞いてなかったんだから何度も呼んだことにしといた方が。なんで。もう正直なんだから。ねえ。よかったですね、別荘残しといてもらって。ああ、これは何、このプカプカ浮かんでる破片は。カメレオンです。何ですか。カメレオン、こいつらカメレオンを食うんだよ。カメレオンってカメレオン。ええ、カメレオンってカメレオン。それは何、俺のこと知ってるってことですか。それはそれは詳しかったね。気になるわけだよ、みんな。わざわざこんな谷底に住んでるようなやつがどんな人物か。隠れてるつもりが結果的にはかえって目立ってるってことに気づいてないのは家主だけ。別に隠れては。避けないかな。電話帳にも堂々と載せてますからね。避けもらいたいな。載せろっつって載せたんですよ。おい、おい。だけど今度はだけどだ。だけどあいつはもう俺に嘘をつけないわけだろ。死んじまったんだから。こんにちは。ほらな、驚いた。言ってあるんだよ、二人には。言いましたよね、電話で。聞いたよな、そっくりだって。知っててもこんだけ驚くんだから。エレンデイラ。はじめまして。ナイフハーフムーンさんとガラさん。言ったよな、前の家で今の君と同じような仕事やってくれてた。そっくりじゃないか。だから言ったじゃないですか、そっくりだって。もう何もさせないから。冗談だろ。あの、紅茶で。え、おいおい、ちょっと待って待って、やめろバカ。おいおい、ちょっと待って待って、姉貴じゃないよ。変だよそんなの。生きてるんだからさ。なんだよ。会ってみたいわ、姉貴に。ずっとここにいりゃそのうち戻ってくるさ。なんか言えよ。戻ってくるなら会えますね。来るよ、戻って。
ニューワースです。ニューワース、シャンプーニューワース、あのドラの大学時代の。ああ、いらっしゃった。昼間はどうも。いやいや、一日に二度も。えごめんなさい突然。ちょっと待ってください。昼間はわざわざお電話をいただきまして、中開けてみたら名刺が入ってたんで、もしかしたらと思ってお電話差し上げたんですが。本当に助かりました。よくお分かりになりましたね、ここが。電話帳で。いやでも驚いた、まさか社長さん自ら。自分のものですからね、それはやっぱり。それはそうですね。ええ。